こんにちは、プレモリです。今回なんですけども、ガーミンゴルフアプリで使用しているゴルフクラブの管理が行えます。今回はその編集方法を紹介しちゃいます。まずアプリ開いたら詳細をタップします。android 版は左上のをタップします。次にクラブセットをタップします。クラブセットでは登録してるクラブのラウンド中に記録していくことで平均 最大距離がクラブごとに記録されていきます。ここで登録されているクラブを編集する場合は、編集するクラブをタップして選びます。今回は 7W と書いてあるクラブが不要なので、削除を行っていきます。画面右上にある編集をタップします。削除をタップします。はい。 7W のクラブが削除されましたね。新しくクラブを追加したい場合には、右上のタスマークを押していきます。ここで追加したいクラブを編集することができます。それぞれクラブタイプ、シャフトの硬さ、長さを編集することができます。クラブにはニックネームが付けられます。管理がしやすいようにクラブの名前にするのも、 選べるクラブタイプが決まってるので、近い番手を選んでニックネームで変更するのもいいですね。変更した名前はペアリングされているデバイス本体にも反映されます。ただ残念なことに現在の仕様ですと、デバイス側で記録されるショットのデータでは、クラブのデータも記録できるのですが、クラブタイプが表示されてしまうので、ニックネームが反映されないところが残念なところですね。 入力が完了したら画面右上の保存しましょう。新しいクラブが追加されましたね。デバイス側に反映されているか確認してみましょう。ゴルフモードを開始していきます。スキップを押します。コースが表示されたらどこでも良いので選んでください。 今回は確認だけなので適当に選んで大丈夫です。右上のボタンを押してメニューを開きます。前回のショットを選びます。ショット追加をタップします。チェックマークをタップします。ゴルフ設定でクラブトラッキングがオンになってるとクラブ選択の画面に なるのでクラブデータが反映されてるか確認できますね。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。